こんにちは。ハードアップコンサルタントの宮城浩一です、えー。それでは、アセンション大前、心と体の波動を高める思考法が自然に身につく動画講座をお届けしたいと思います。えー、よろしくお願いします、えー。今回はですね、第6話になります。えー、第6話のテーマは、4次元にアセンションするためにクリアする課題とは、というテーマでお届けをしたいと思います、えー。最後までよろしくお願いします。 私の,情報源私の情報源はこの世界を想像した大霊様一般的にはです、ね、神様と呼ばれている存在、まあ、そこからです、ね、情報をいろいろと教えていただいているわけなんですけど現在地球上にいる人間で3次元以上にアセンションしている人はどれぐらいいるかというとです、ね、全世界人口の約11%程度というふうに言われています。 で、さらに、えー、その上の次元ですね、4次元、えー、4次元、5次元、えーまあ、あるわけなんですけど、えー、4次元までクリアしている人は、えー、全体のどれぐらいかっていうとですね、全世界人口のわずか2%程度しか、まあ、いらっしゃらないということなんですね。まあ、4次元のハードルはかなり高いと、えー、言えると思いますで。その4次元の課題っていうのは、じゃあ何なのかっていうとですね、 魂の、えー、4次元の課題は価値創造になります、えー、価値を創造することですねでここでいう価値創造っていうのはどういうことかっていうと今までにない新しい価値を創造して、えー、それを世の中に提供すること、えーまあ、そうやって社会に貢献していくこと、えーまあ、それが価値創造ということになります、まあ、ですのでですね単なる価値提供ではクリアできないと いうことになりますで単なる価値提供というのはどういうことかというと例えばですね、まあ、商品をえ安く仕入れて、まあ、利益を乗せてまあ転売している方いらっしゃいますよねでこれはえ価値を提供していることになるんですけど新しい価値を想像しているわけではないので4次元をクリアする条件には当てはまらないということなんですね。 で例えば、えー、治療院を経営している方、えー、いらっしゃると思います、えーまあ、患者さんがいらして、えーまあ、体のどこか不具合があってですね、えー、例えば鍼灸を使って、えーまあ、体を良くしていく、えー、例えばお薬漢方薬を使って、えー、体を良くしていくとか、まあ、そういうことをされている方いらっしゃると思うんですけどこちらに関しても、えー、価値は提供しているわけなんですが新しい価値を提供しているわけではないので 価値創造他にもですね経営コンサルタントをしているとかそのコーチをしているとかそのセラピストをしているとかいろいろあると思うんですけど従来どおり、まあ、価値は提供しているんですがその従来通りの内容ですね新しい今までにない全く、ま、新しい価値ではない場合は価値創造にはならないということで4次元のクリアにはならないと。 いうことになるわけですですので、まあ、単なる価値提供ではだめだということですね今までにない新しい価値を想像して、まあ、それを提供して結果を出していく、まあ、そういうことが求められているということなんですねで例えばですねあの、まあ、あの私の事例をお話しすると一、まあ、つだけ時間の関係でね一つだけお伝えすると,、えー、と私はあの大学院を 出てですね、修士課程を終えて、えーまあ、電気メーカーカに就職したんです、ね、でその時はあの、まあ、エンジニアあの機械工学を学んでいたのでエンジニアになる予定でその会社を選んで入ったんですけど配属先であの海外事業部になってしまったんですね。で当時の海外事業部は何をしていたかっていうと商品を工場に手配するとかですね まあその納期管理をするとかあとはその船積み手配をするとかですね航空便の手配をするとかそういう手配業務が中心だったんですね。で本来海外に向けてその商品をね、えーまあ、販売していくっていうことはもっとマーケティングの方に力を入れなければいけないわけなんですけどその手配業務があまりにも多くてですねそれがメインの仕事になっていた、まあ、納期管理がメインの仕事になっていたっていうことがありました。 でそこでまあ私が大学院を出て初めてそこの部署に配属になって、まあ、1年ぐらい経った時に、えーまあ、このままではいけないということで,で納期管理システムを私の方で開発したんですね、まあ、開発したっていうか、まあ、それは大げさなんですけど開発したっていうのは大げさなんですが、まあ、そういう仕組みを作ったっていうことですねででそういう納期管理をやってくれるチームとかあ,のあとはそのシステム開発の 使用を考えたり、まあ、そういうことをやったんですけど、まあ、それは新しい価値を提供したことになるわけです。今までは海外事業務はあの納期手配をね、えー、納期手配と言いいますかその商品を工場に発注してその納期を管理してそれを船積みするっていうそういう手配業務がメインだったんですけどそうではなくてその手配業務をもう最小限化してですね えー、その余った時間で、えー、マーケティングの方に力を入れることができるようにマーケティングとかセールスに力を入れることができるようにもっとね海外のお客さんのところに行けるような体制を作ったっていうことこれが新しい価値と言えるので、えー、価値創造になるわけですこういうその新しい価値を作っていくっていうことが四、えーまあ、次元、えー、4次元の価値創造では必要になっていくということなんですね。 でえーまあ、こ,のこういう事例はたくさんあるんですけど、えーまあ、ちょっと時間の関係でですねこれ以上話をすると長くなるのでまたです、ね、別の機会に、えーまあ、今後、ね、どうすればその4次元の課題をクリアできるのかというのをまた、ね、情報発信をしていきたいと思っています、まあ、今回はちょっと4次元の課題は何かというそれをお伝えするだけの、ね、動画にして,しておきたいなと思いますで次の動画ではですねこの5次元の課題ですね アセンンションにおけるそののの次元の課題この人間として一番上の次元が5次元になるわけなんですけどその5次元の課題について解説をしていきたいと思いますのでまた引き続き次の動画でお会いできればと思います。ここまで見てくださりあなたの大切な時間をくださり本当にありがとうございます。また次のビデオでお会いしましょう。